た拍手でお見送りください。いってらっしゃいませ。行ってきます。サイクリング、サイクリング。サイクルバスと申しますのは、社外に設けましたサイクルラックに、自転車を搭載して輸送させていただくサービスでございます。バス車両前面に自転車を2台搭載できるラックを備えたものでありまして、都内を運行する路線バスではこれ初めてのものでございます。今や自転車は環境に優しい乗り物であるだけでなく、サイクリングなどの健康づくりや余暇の充実ですね、人々の行動を広げ、地域との触れ合いや仲間とのつながりを取り持つコミュニケーションツールとなっております。まずここのハンドル上に上げて、でサイクルラック出します。黒い溝の中にタイヤ入れるだけなんですね。で黄色いレバーを引いて一番上まで持ってきて、これで終わり。めっちゃ楽じゃないですか。まずあの実証運行なので、走らせて実際お使いいただいて、で周りのお客様なんかの声も聞きながら、いろんなことを検証していきたいと思ってます。